半分枕だから。こんばんは。あ、ちなみに同部屋ヤンヤンなんで、ヤンヤンも同時に始めたんで。あと。よいしょ。よいしょ。タグ。大丈夫？靴脱ぐ。ちょっとご飯食べていい？私もお腹空いた。あ、もう喋ってる。喋ってる。いいよ。あ、ストロー吹いてない。いいとします。あ、そっちも繋いでんの？はい。あ、ギルバド何時だろう。あら。コップに。あ、あ、ドライクが。あ、今。それで調べたら、みなみさんとの、あの猫のところドラゴンエッグ懐かしい音猫猫のところが映ってました。えこうみんなでこう、なんかやってるやつポーズを撮っていくとか あと1分大丈夫。ドラゴンエッグめっちゃ懐かしい。ドラゴンエッグいかない。私携帯充電してないんで、充電なくなった時が配信終わる時です。そんなにゃにゃ。いただきます。うん、いいよ、慌てないで。チャークリ、そう、みなみさんです。みなみさんからはうみゃヤンヤンって言われてる。ヤンヤン。ヤンヤンって言われてる。ヤンかヤンヤンかヤンヤンヤンか増えるか減るかは気分です。今日イブイブですね。あ、イブイブ？イブイブ。うん。生ハッシュタグチャークリしよう。サーヤンは10代でも行きそうってきた。私はいって言う喧嘩売ってるぞ。じゃあ失礼します。まだ面白い。みなみさん行ったら怖い。優しい。どっちだ。いや、優しすぎます。超優しい。でも怖い先輩おらんでしょ。いないですね。こんな気がする。みんな優しいし、心が優しい。うんうん、ご飯食べよう。昼ご飯食べてないんですよ。食べてないんだ。そう、食べない派なんですよ。気持ち悪くなる。あ、ライブが重くなっちゃったから。船の時そうだった。うん、あ、迷い。そうそうそう。うん、いや、本当に本当に優しいですよ。泣いてもいい。本当に優しい。イエーイ。いただきます。いただきます。あんまご飯配信で食べることないから。確かになかなかない。うん、逆に2期生が怖い先輩になりそう。ならんわ。嬉しくない。よかった。あら、嬉しい。これは負けた。強い人いた？りっちゃんみたいな。なんか私が弱いだけなんです。あ、ゆみこたちはいけるかな。あ、ゆみこ勝ってるわ。すげー強い。これはなんか卵焼きの中に牛すじが入ってる。そんな牛すじ、ひき肉、おいしい。
れると思う。待て、隙がない。大丈夫？マジで食べてて何にもしてないじゃん。マジで。ごめんね。来ますよ。よっしゃ。お願いします。した。うん。うんうん。うん。岡山っぽいもの。タクト大福 MC で言ってて。これなんだろう。これね。全然漏れないここ。玉ねぎと豚肉と、なんて言うんだろう、生姜焼き、なんて言うんだろう、生姜焼きみたいな。光が後のこっちなんだよね。おいしい。おいしいね。うん。見て。うん。クリスマス。あ、いや、あとど返すね。あ、最高。あ、勝った勝った、なんか石の肌に勝ってる勝ってる。クリスマスっぽいもん買ったコンビニで、お肉食べたくて。やばい。ティッシュ。美味しい。生姜焼き炒めかな、これは。うんうん。でかくない？うん、高かったよねこれ。うん、岡山来てた人何してますか？ご飯行ってますか？でも岡山っぽいもの食べたい。うーん、あとドリアもある。これはコロッケ。ごめん、食べてて全然喋れない。餃子食べれたらいいな。皆さん今日帰るんですか？来た人、明日、明日も来る？うん、うん、来る。これはなんだこれ。お疲れ様。なんでこれ。うん、美味しかった。恥ずかしい。おみゃー、おみゃー。死ぬほど喋れん。これは汁にタルタルフレ。さっきのキノはコロッケ。おみゃ。登場人物全部美味しい。そうそう、あのね、
やだよ、食べてるサートリーのサークリの新曲はノエルによるとささめゆきリグレットささめゆきね、よかったよね。ささめゆきリグレット出演 OK だったんで、ね、おお。ノエルの夜はもうすごい可愛いって感じの曲。ささめゆきリグレットはちょっとかっこいい系のダンス、難しかったよね。簡単に見えるじゃん、難しいんだよね。そう、難しい。なんか、なんだろう、なんだろう、うんうん、普通ならここ上げないタイミングで上げたりするから難しい。足と手が連動してない、むずいよ。そう、みなみさんレッスンの時いなくて。そうよ、フリーでいなくてそう、みなみさんいない、大丈夫かなって思ったこのレッスン、大丈夫かなと思った。なんかレッスン動画送られてきた時、終わったと思ったみんな結構踊れとったやん、うん、やばと思って。そう、もうその投資レッスンの時にはもうできてて、お話し会やったから今にそこで、え、でもそれでもすごい。お話し会の時にいやみーさんも違う、あ、みーさんルームで映ってるから、うまい、あ、嬉しい、ありがとう。ささめ雪、細い雪って書いてささめ雪、ささめ雪リグレット、ラブトリップの高いジャンプ見れて嬉しかったです。今日いっちゃ飛んだ、読めなくて。ささめ雪って最初なんか粉雪めっちゃ飛んだ、粉雪って書いてあった最初。ささめ雪ちょっと後で、ささめ雪リグレット、ささめ細いそう、なんか細めに見たらめちゃめちゃ粉雪に見える。めっちゃ細めで見たら、もう視力検査ぐらい細く見たら粉雪に見える。あれあれあるような抹茶のやつはあるようにあります。うまっ。でもやっぱりファンの方はダイアローグやってる方が多かった。うん、ダイアローグ名曲でございます。今日ファン練習しちゃう。今日いっぱいできて。すごいですか。なんで？明日から。待って待って。食べるから、食べたら喋るから。あ、ありがとうございます。早めに。しびれました。あ、沸いた。いいね。なんかつい DM 見ながらこう。湧くっていいね。楽しみ。おお、私も楽しみです。そう、衣装もね。まさかのまさか。もうない。周り、なんか冷たくなってる？分かってる？雪が降った。よかった。明日も頑張ります。お話し会、あ、お話し会も受付中です。そうなん、だって急に始まるから小焼き牛中の表情をありがとう。うん、小焼き牛中はそう、うん、自分の中のなんかあざといというかもう全面的な。あ、壁だよこれ、壁か、あ、これ壁だよこれ、確かにちょっとあれに見える。
話会。あ、午後やってるんだ。うん、ぜひぜひねえ、うん、うん、明日からもお楽しみに。2月3月分のみ。なるほどね。冬のさ、ですってよ、 服じゃない冬の曲ってすごく良いですね。満足。冬のこれ食べてな。プレミアムくじは最後あらしいです。短いって言った。なんだろう、そんなこんなマピあの2期生の僕隊のそのそんなこんなわけでっていう曲で出る曲はそんなこんなわけって呼んでるの。あれリップがない。ちゃんと楽しみにしています。ありがとう。やった。あのお話し会申し込めるサイトは STU キャラアニで検索。検索そ, そんなこんなわけ。あれ可愛かった。ね、可愛いですよね。そう、サンタがめっちゃあったね。うん、確かにサンタみたいな。確かにスカートが可愛い。キャッツはいいな、いいな、いいな。あ、え、ごめん、ストローないと思ってコップで飲んでたのに。あった。ピエン、音自体だ。ピエン、あ、そんなコーナーワンピ一期生さん恥ずかしがってた。だって短かったもん短かったもんなんかでもあれが普通なんだろうね、多分慣れてないだけなんだ。確かに私たちは慣れてるから面白い。あ、めっちゃささみゆき配信で歌えそうならんかったなんてよね、ささみゆきイングレート。そうなのね、にしがみつき泣いてたらしょうがないねと。あなたいてくれたから君気を気にふりして。セブトン3バンドね、びっくりした。またお世話になるとは、うん、武道館以来かな。きっと追いかけてきてくれるわ、名前呼んでくれる放っておかれたささめきのし。よかった、よかった。風に吹かれ子供たちみたい。なんかライブで初めて冬将軍を、冬将軍のリグレットを歌うみーちゃんに投稿した。あ、ささめくリグレットから連想した。したいしたい。確か同じリグレット。あ、もう携帯バグった。ペンライト黄色白合ってます。そう、そしたら愛しちゃう。本当これ、なんか12月のカンガルーを食べたんですけど、その反抗しちゃう。どうしたらいいの。めっちゃ全部するんですよ、3回で。これぐらいだったら反抗しちゃう。黒い服だったら反抗しちゃう。こうしてたらいい。あ、そうです、ね、うん、めっちゃびっくりして反抗するんだもん。こんな感じなんだって思って。発光ダイオード。そうで、やばいやばいと思って横見たら、もうすでにリネちゃんのマフラーが取れてまして。そうそうそう。なんかマフラーで前が見えなくなっちゃった。ここがベスポジ。やばすぎ。なんかちょっと踊ってみてってなんかそのフィッティングの時に踊ってみてってなって、ああ全然取れないですよ。
価格は定まらん。めっちゃくっきりここ。時間があったからちょっと着てみたいな。マフラーどんな感じにするんだろう。最近のマフラー引っ張ったらなんかこうちょっとなんかちょっかい出すみたいな。あんまり喋れないのごめんね。フルの中でらしくないかな。かぶったの申し訳なくて。もうリハは全然してないです。目。ベースポジがあらん。あれにゃ。あれにゃ。大好きな人ね。そのドライブがずっとこの画面。つらい。写真撮った。お、ありがとう。抽選会ね、なんか1階の方ばっかり頑張ってた。めっちゃこう回したんですけどね。ハッシュタグチャークリ投稿しました。お、新衣装に見えた。投稿したらミヒ見るよ、うん、見ろ。マフラーだけで全然違うんですね、やっぱり。もう見た、ありがとうございます。後で写真載せました。可愛かった。なんかもう顔どころじゃなかった。気分が必死だった。また明日明後日と続きますので。楽しみだ。まあね。まくればいいのか。黒じゃない部分を増やせば。ミスのマッサージした。竹ベースに続いて楽しい時間をありがとう。こちらこそ。なんか毎週ファンの方と会えてる気がして。毎週どころじゃないか。うれみひょん。明日もね。違った感じになると思うので。あと私は個人的にメール届きました。3通か3通送ったんですけど、うん、足場もなんか、うんうん、なんだ。撮影可能の1曲目はノイルの夜です。あ、MC で良かったですか。安心。おい、めっちゃ考えた。なんかありがとう。サンツ来た。ありがとう。マツさん、ありがとう。そう、あのそのメールにも書いてるんだけど、らしくないを。でも紙持ってきてないんだよね。あの前回配信なかったから。頑張れって。配信ありで。ありがとう。たくさんのファンの方の前に前で自分のセンターの。らしくないお披露できたのが、また後日一番嬉しかった。書きますね、メッセージ。できてなかった。そう、お話し会でらしくない早く生で見たいって言ってる人が23行くねって言ってて、そうネタバレできないけどしめしめと思ってた、うん、あるよと思いながら、あるんだよと思ってた。ありがとう。明日もどうなるかわからんけど、明後日できるかも。あ、実は私がそれ考えたわけじゃないけど、しめしめって言ったらあれだけど、なんか自分の手柄のように言っちゃったけど。もうちょっと一回確認しますね。ちょっとこの髪型が一番ちゃんと、そう短すぎてね、その髪の毛のバリエーションあんまりなくて、そう。
この長さでね巻いたらね変になっちゃうんですよ、短くなっちゃって。そう言っていただけたら。1時間も。なんていうの？ここめっちゃいくらあった。お話し会がなんか CD が届くんで。その CD の1枚分話せるという感じです。明日はイブですね。イブイブもファンの方と過ごせて、イブも過ごせて、本番も過ごせて、イボス見たね、公演中だったからもう何もツイートもできてないし、気づいたら終わってた。なので1時間目の時間日程決まってるから、もうリハーサルとか確認とかメイクとか衣装とかのスケジュールはね、衣装僕さえ初めてできるから、それの確認とかで、携帯をほぼ触ってなくて、サークリが焦ったよね。今日メール1通目送ったタイミング、地方の公演中だったから、やばいと思って。お見送り衣装、あ、大好きな人、久々に来たよ。白いマフラーにサンタ帽をかぶって、2学期終わりました。え、もう学校終わったの？西丸さん、大西さん、メガバイトさん、もう冬休み？早っ。学生ってそんな早かったっけ？クリスマス以降だった気がした。あれ？マイセンさん、トトル太郎さん、カズさん、タタミチさん、ユメさん。マフラー姿変えた？簡単？マフラーあるだけで雰囲気めっちゃ変わるよね。なんか既存の衣装なのに。アキラさん、ロックロンさん、そう。だから衣装ってなんかちょっとの変化つけるだけでこんなに変わるから。すごいなって思ったし、衣装って大事だなと思った。タイタン既存の夏服だったじゃん、半袖だし、衣装にハクあのアフラつけるだけでクリスマスイブイブ感が出てたから。そう、そう、僕たちのそんなこんな衣装のやつにもサンタ帽と赤いサンタのケープもこもこのつけただけでサンタ衣装みたいになってて、でもそれをなんか脱いでも披露できたから、その衣装でくるみやったんだけど、そう、新鮮だったし。明日は夜配信できます。チャートリ公演、新しくなったチャートリ公演自体衣装が結構変わってたりして、衣装までこだわってる、まあ、他に言うと知らないからどうとかじゃないけど、そう、衣装までこだわってるからが、なんかチャートリーってやっぱ女子力ってなった。あれ大好きな人だよ。そう、靴が痛いやつ。そう、飛びやすいやつ、靴が。久々に会えたらね、なんかあ、ちっちゃくて私のってあった。ナナミシさん、炭酸せんべい、ありがとう。あ、ありがとうございます。待ってます。Tシャツだけよりやっぱ衣装がいいね。確かに、ね、今チャートリ公演もそうだけど、クリスマスコンサートもアンコールが Tシャツじゃなかったから、 Tシャツ短パンじゃなかったからチャートリらしいよね。待ってます。そう、明日はクリスマスイブだね。なんかそんな感じしないけど、れいかちゃんシュート飛ばしてた。なんか南さんと思った後に靴飛んでいきましたって言って、でもこの靴仕方ないんですよ本当に。奈々さんでさえ飛ばした靴だから、あの慣れてる方が、なんか靴を飛ばないように透明のバンドで止めるんですけど、なんか大好きな人の靴ってなんか先にかけてこうなってるから、つけても滑り台のごとくスルスル勝手に外れていくの。だから仕方ないよ、しゃあないしゃあないって言って、気をつけよう、可愛かった終わった瞬間ケイって言ってたから。でもあれは仕方ない、私も飛べそうになったことあるし、私陸上公園で飛ばしたことあるし、靴リーダピア、オーマイガーで飛ばした、オーマイガーダンってパーって飛んでた。覚えてる。今日発表がありました。拾いに行った、拾いに行った。しかもなんとメンバーにね、地方さんが加わるという。あれは飛ばすよ、びっくり。なんかまた新しいリードピア始まる。
冷蔵庫が元気や。メンバーの靴キャッチしたことあるの？すごっ。今日はすごい編み込みしてもらった。でももうね、なんだろう、その終わった時はやっちゃったってなるかもしれないけど、なんかそういう関東の方に言いますね。仕方のないやつってさ、ある意味こう私みたいに陸上公演の時みたいな感じで言えるから、ファンの方とメンバーにとってあの同じぐらい共通の強い思い出になるから。しかも4日間あるって言う？良いんです、良いんです。いや私びっくりしたのがその声優さんがすごすぎて、え、それね、うん、私本当に見た瞬間びっくりした。いやびっくりした、びっくりした。みんな話分かんないんでごめんね。さやが今リードピアンの新公演の話をしてて、そう、千穂が新しく参加することと、あの新しく参加してくるゲストで参加してくれる声優さんが本当に豪華なんですよ。ラブライブの方でね、見てたからやばいよね。ニコニコニートやばすぎ。ほのかだよ。今真似したんですけど全然あの私に当ててました。あ、はい、あ、ごめんね、すっごいごめんね。あのなんかファンの人にファンの人にやってるあのわかる、あのアイドルがさ、はい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 、なんかニャーみたいなのってあんまり見られなくないかなと思ってあえて店外したよ。あえて店外したら真似したんです、逆効果だった、ごめん。人にね、そのメンバーにあんま見られてこないから、キャラクターの真似したんですよ。私にやってた、ごめんごめん、はい、ちょっとあの何もなかったんで、ごめんね、すごいあの気遣ったつもりだった、ごめんね。逆に気を、はい、ありがとう、ありがとう。普段からこいつ、普段からじゃないです、こういうキャラじゃないです。急にすまんすまん。初めてこうね、配信ね、あそうね、部屋一緒だもん、初めてだもんね。違う、2期とお泊まりの仕事初めてかも。うん、びっくりした。初めてじゃない、え、やんやん初めてじゃないよ、遊園地行ったじゃん。あ、遊園地同部屋じゃないけど、そう、同部屋じゃない、同部屋じゃないけど、うん、あの時より仲良くなったよね、うん、めっちゃ思う。そう、1枚15秒ぐらいかな。そうだお、同級生だお、こんばんは、今日は、今日はありがとう。だんだんと仲良くなってます。ヨミランド、ヨミランドです、七並べの。でも2期と初期の頃っていうか入りたての時に比べたら仲良くなれた、本当に、うん、嬉しい。サラピア一人ラーメンしてる、いいな。ラーメン食べてんの。アリちゃんと同じやだね、うん、さやかりも元気です。二人こんなにフランクに話すんだって気をした。確かに、ヤンヤンがすごいよね、フランクだよね。そうですか、うん、なんかどの先輩に対してもなんだろう、うん、変わんないヤンヤンって感じでいけてるのが偉いというかすごいなと思う。あ、それは褒め褒め褒め、ああど褒め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 か、嬉しいな。すごいなって、ドホメです。みーちゃんフルーツ大福今持ってる、これもラーメン食べたい、うん、お金ないの、発酵と美味しそう、持って帰ってきた。大福食べた、食べてないの、持って帰りな、冷やしたい。あ、あるある、冷蔵庫冷やそう、冷やしなさい、冷やそう、ついでに、ついでに、ついでに冷やす、ついでに冷やす、ありがとう、はい。ママ吐くと配信後に食べよ、みんなこっちも、ありがとう、いえいえ、私もハサクとイチゴです。いいね、ハサクも美味しいよね、うん、あと千代さんのワッフル、ハサクからの、そう、ハサクからの
ね、今日ね、あのチーのパパがワッフル差し入れしてくれたんだけどね、ヤンヤンね。あ、そうなんです。別の間にかなんか落ちてたんだよね。キープしてたワッフル床に落ちてて、そう。でも誰が落としたか分かんないの。めっちゃ悲しくて泣きそうになっちゃって。なんでなんでみたいな。なんかもう一個あるからみたいな感じだったね。めっちゃ美味しい。なんか岡山の有名な、めっちゃ美味しかった。でもそうワッフル屋さんのらしい。私も公演後に食べた。美味しいです。なんかお店はちょっとどうだったかな、覚えてないけど。チャ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 コールじゃなくて、大福は差し入れです、スタッフさんから。コールじゃなくてらしくないな。豚まん、豚まん、なんだ。エールじゃなくて最初の声だし、喋れてた。ねもう息切れてて。その今日私って思ってるか、今日みんな喋れてたかなって。なんかあの滑舌悪かった。え、なんかね、みんな滑舌悪かった。みんな噛んでたって。あ、なんで煽り、それ指差しちゃった、ごめん。何が示した豚まん。あー、なんか言ってたね、 MC で言えてた、言ってた言ってた。自分今何言ってんだろうと思いながら喋ってた。何の言葉を発してんのか分かんないけど、口が勝手に動いてて。うん、そう、気づいたらなんか終わってた全部。すごい。違う、ね、すごくないんだよ、疲れてたんだよ。いやいや、もうそれならもうめっちゃいい。息が切れちゃって、そう、喋れなかった。すごい、8時間かかるって。焼きやったらよかったです、そう言っていただけて。すごい。豚もん大好きだから。ホットホット気になるの。ホットモット角煮が入ってるやつ。緊張してました、めちゃめちゃ。それかちゃんの、ね、靴ね、そうびっくりした。ノエルの、なんか来たと思ったら、靴であれと思ったら、れかちゃんがあーって言ってた。なんか放課後ホームルームもそうだけど、最初はね、いいんですけど、放課後ホームルームのノエルの夜も、いや今日はピアがレカちゃんだったから、配信はそうエモエモだった。目めっちゃ合わせてくれるから、キャバキャバだった。めっちゃ元気だった。そう、ちょっとあの流れで大丈夫かなと思ったんですけど、さすがにもうそう突っ込めちゃいました。まだ私も時間が来てないかな。まだね、ちょっとね、みーさんの充電切れまで。いいよ、全然終わっても分かんない、見れない配信してると。多分 20% の時に、うん、あと 20% ですって1回切れるから、さっすって感じ。カウントダウン。ありがとう。あ、びっくりした。ネタバレするとこだって。今歌ってた一瞬と思ったけど、うん、披露した曲だった。あ、やばい、めっちゃ考えて今。待って待って待って、サビに気づいた。よかったよかったみたいな。そう、危ない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 。何の流れただろう。もうなんか考えることがなんかなくなりますよね。何の話？なんか言っちゃうときって、あ、考えることがなんだろう、自然とね、うん、何も考えてない時になっちゃう。しかもなんかレッスンとかさ、うん、終わった後とかにしたらさ、うん、さっきまで聞いてたわけでさ、うん、それがずっと残ってるよね。うん、あえて違う曲聞くだからね、STU の。あえて。そう、あの夢をガラス瓶の。あれ残る、めっちゃ残るから。YouTube で聞いてから配信してる。
言ってもいいやつ。そうそう。高さんかっこよかったわ。ありがとう。嬉しい。ありがとう。公開された新規曲が多いからまたカラオケで歌うよね。そうそうそう、岡山。年末。美観地区がいいですよ。歌えたらいいね。年越し配信ができるか未だにちょっと分かんないから。ナブテープ行きまよかった。楽しかった。楽しく、いつもさステージとかコンサートあったら楽しすぎてさ終わったこと寂しく感じるんだけどさ、うん、明日もあるって考えたらね嬉しい。噛み締める。明後日もあるしね。で、しあさってサイン会だしね。だから逆に何もなくなった時寂しいな。この4日がね、その感じ分かる。4日がずっとファンの人と関わってたから。気をつけて買ってください。おお冷蔵庫くんです。急にね、終わったらさ寂しくなるんですね。ダリンダリン、ちょっと待って、青い月が見てぼじゃない。ダリン冷やしてるダリン、そう今日ダリン、ちょっと待って、ウェルカムボードみたいな。ヤシの効果げかぐるましょう。ダリン締め切りっていうか、何時までに寝かけてる時間も。これからすごい寒いから体調気をつけて。いい写真かよ、ありがとう。みんなもだよ。書いてあって。お互い様だよ。真っ白で私。やばいと思って。みんなが風邪ひいてたらみひん寂しいよ。じゃ早く。寂しい、悲しいよ。失敗するよ。でもちゃんとしたいから。ちゃんとしたいけど急いでて。それなんかいろいろおかしい点がいくつかあったんですよ。今日で良いお年をだった人もいるわけで、ね、ちゃんとなんかこう今年最後のみーちゃんも良かったって言っていただけるような一日一日を送りたいなって感じ。2021右側に次行ったんだけど、水の下になんかよくわかんないね。2000とあと雪だるまがあるんですけど、プレゼント抽選会とかもちゃんと仕切れてました。実はそれはサンタさんが来ると思ってて、なんか覚えること多くて顔多かったですよ。何も見ずにイメージだけで。でもありがたいことで、ああいう時に任せていただくことが、それはやばい、選抜の時も多いのでなんか信頼していただいてるのかなって思って。ヒゲがないからそこはめっちゃ嬉しい。もうこれは やばすぎるから、ああいう系絶対私ちゃんと言うと私な気がするので、基本的に私じゃなくてそのマネージャーさんとあとなっちゃんの NG がいてそうなっちゃんがいて、リードビアさんのやつ全然覚えれなくて、なんか埼玉の桜タウンみたいな、ジャパンパビリオンみたいなそうとか日にちとか、それもその時間とか丸く書いて全然覚えれなくて、どうしようと思ってたらスタッフさんが後ろの画面に出るから見ちゃいなって言われて、顔見した何月何日1日2公演で計4公演させていただくとねって。でも可愛くなった、めちゃめちゃ。あの出演メンバーが変わりましたっていうのを急でまた画面変わるので、それは絶対言ってください。はいみたいな。そう、なんか命が吹き込まれたら雪だるまだよねみたいな。確かにと思って。あれはありがとうございます。下の波がもう終わったら当選者の番号が会場に貼り出されていた。あ、そうなんだ。私のやつ誰の手元に渡ったのだろう。もし当たったよって方がいれば、また話し会とかで、ね、背景に飾ってくれてるとこ見せたら南が喜ぶ。オラフをリスペクトしてる。南が喜ぶ。埼玉遠い。さん遠い。でも埼玉が遠いって人もいれば埼玉が近いって人もいるし、今日の岡山が近いって人もいれば遠いって人もいるから、今までやったことない時っていうか、その
地方、地方じゃない、場所、地域やってない県でやるってことは今まで来れてなかった人が来れるっていうことだと思うから、1時間ですよね、1時間もはや1時間以上のクオリティを私はいろんな場所でできて嬉しいなって。最近は関東の方でもやらせていただくので、で加藤めもこうやってクリスマスとかは岡山と広島だったりとかで、なんか前も言ったけど広島でやったらなんか関東の方にあんま来てくれないって感じで、関東でやったらちょっとおちわってなるから結構難しいものだと思うんだけどね。なんか私たちがいろんな場所に行くことができたらそういうこと もうなんかみんな幸せってなるから、そう表現されていろんな県に今後も行きたいですね、みんなで笑顔うまい方言事なんだが無軸遣いするんだなって、めっちゃエモすぎてやばい。あ、え、待って、あったあった、みーちゃん僕です、みーちゃん当選させてくれてありがとう、カホにしました。え、私のやつなの、いやもう天性、あ、ほうなの、なんか努力もあるけど、そうちーちゃんの派の方だと思って、でもなんか自分が引いたから自分のやつだと思ってなかったから、そうだ、私のやつ誰に当たってなるか、ダイアンドロークはそのベレガンボードみたいなの分かると思う、すごい嬉しい、良ければまた見せて見せて、見たい、嬉しい、喜んでくれてありがとうあなたの番号を私が引いた、それも運命、ハッチさん、ナリバーさん、キチネさん、A ちゃん、これプレゼントありがとう、うっかりあんこさん、ジナさん、いやーよかったね、コロッケで買わせたい、こうやって当たった人が来てくれてさん、ありがとう、うん、今あくびしそうと思い出したんだけどさ、私はリードピアさんの宣伝 してる時さぐらいアンコールだったからマフラー巻いてたじゃないですか、マフラーの毛玉がここら辺についててずっとくしゃみ出そうだったんだ、戸棚から今は出ないでくれと思いながらしゃべってた、なんか今日生誕地に来てくださってる方、すいません、いやいやいや私も知ってるもん、ずっとね、もしかして気づいてる人いるかもしれない、ここら辺ずっと触ってたのよ、そう、チーが挨拶してる時とかちょっとここ触ってたんだけど、そう取れなくて、お見送りございました、セクシャミでそうって思いながら楽しかった着替える、あのお見送りの前のちょっと直す時間の時にこうやってやってたら、ここに一本なんか白い綿バコモコモコのやつがあって、こいつかって思ってでちゃんとあの喋れたからよかったです、安心安心、ユリピアね、どの回、確かに4日間どうしよう、迷うね、ずっとまずまずしてた、4回あるって、2日間4公演、あ、そうですね、うん、2日間4公演だありがとうございます、全然全然、そう私も早くアーカイブ見たいな、ありがとう、なんかどういう感じで撮られてるのか分かんなかった、カメラめっちゃ遠くて、なんかもうそう、すごい素敵でした、エディオン状態だった、ランプついてるの分かるけどどこの方向向いてるのか分かんなくて、うん、自分の歌わりの時だけ自分って分かるから、そうです、できたけど、咲いたの見た、咲いたまたしたいな、チャートリーでコンサート、ロードクリップになりそう、アップだった、可愛かった今日カマチュだ、明日を楽しみなんかさ、せっかく10人でできたからさ、なんか10人でもできるってことが分かったからさ、ね、みんなでやりた、大丈夫かったらお願いします、ありがとう、動物お腹鳴っちゃった、そう、ちょっと残りのお弁当と大福とあとワッフルが、グラトニー暴食今無限に食べれる、
なんか自分頑張ったご褒美に一蘭のカップラーメン買おうかなと思ったけど手が出せなかったまだあ、マネケン、それかなマネケンだったのあれ、あ、大好きですかね、駅にある、駅に、あ、そう、駅にあるって、うん、美味しかったラーメン食べちゃい、お肉食べたいどこ、あ、全国か、全国なんか、またチャートでみんなでコンサートしたいな、全国なんか、なんか構成が今6人でこうやってる曲でも恋はキビウチは初めて10人でやったから嬉しかったんですよ、2期生とキビウチ一緒にやったことなかったから、そう、あ、なんかリトチャートチャートリーが一つになったってなってチャートリーになったのが、1はマッサさん、実感したというかいいなと思った、2はティンプさん、ありがとう、3はカズさん、ありがとう、4位仏様、5位みつるんさん、6位ハイセンス、7位ゼータンさん、8位セイヤンさん、9位はりょうじいさん、10位が高尾炭治郎さん、11位がレッドレーサーさん、12位があおちゃん、13位が F 渋谷さん、ありがとうございます。ティリリティリリティリリ、ポテト、絶対ポテトやんそれ、ポテトS しかない、タマさん、ミキチーさん、ペグさん、アートさん、ユキさん、ポテト、ありがとう、セイヤさん、ありがとう、ではでは、ありがとうございました、ね、ありがとう、明日もよろしくお願いします、ポテトメガバイトさん、ありがとう、ポテト最高でした、ありがとう、モスのオニオンリングが食べたいモスバーガーのオニオンリング好き、おばあちゃんの何分に終わるかな、でも何分から配信、10時からしたか、じゃあ1時間経ってんの、びっくり、あ、びっくり10分とか15分になった、大丈夫な、ダメダメダメ、箱箱、ポテト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 、あ食欲が無限すぎる、身長伸びないかな、こんなに食べてるのに、でも測ってないだけ伸びちゃう可能性あるよね、喉が鳴っちゃった、ポテト、あらや、あらや、明日は瀬戸栗、ハッシュタグ瀬戸栗だ、ハッシュタグチャークリツイートしたら配信後に見る、知り合いが30歳でも伸びてた可能性は無限だ、身長、そう、
でも私小学校5年生で泊まったから、初めて来ました。あ、変なとこ見られちゃった。こんにちは、 ST48 伊勢田みなみです。ささめゆき悲しい、みーちゃんの写真あんまり撮れなかった、動いてるから難しいよね、ずっと止まってるわけでもないし。ありがとう、撮ろうとしてくれてありがとうね。悲しい気持ち、でも抽選会も楽しかったし、今日なんか全てが神だった、最初から最後まで。なんかあのこれもお話し会でね、なんか青い月が見てるからで始まったのが最高だったって言ってる人がいて、その人も23行くって言ってて、そう23日も始まるんだなと思って、私はニヤニヤしてた。そう、もう私と千穂とかレガちゃんアリちゃんがもうしゃがんでる時点で23の公演来てる人は多分察しって感じだと、開いた瞬間こら追いつきだってなったと思う。みーちゃんのクリスマスホニャララ売り切れてた。なんだ、何のなんだ。あ、グッズですか。明日入荷されるの、朝、あ、クリスマスタオル明日入荷されるらしいです。売り切れてたの、ありがたや。好きなことが分かっても言い出せずに、明日やったらまた歌える曲が増える。アクスタも売り切れてた、それもじゃあ明日入荷なのかな。じゃあ明日来る方は明日グッズ売れば寄ってみてください。なんか私基本的にコンサート緊張するけど、今日を経験したことでなんかステージの感じとかお客さんのなんか、なんだろう、どういう感じに座ってるだとかカメラの位置とかも把握できたから、明日来るメンバーよりは余裕っていうか安心してなんかそうできる気がする。いつもガクガクブルブルしてるから、ギャクギャクブルブル、そう気持ち的に楽屋も一緒だし、そうなんかちょっとでも知ってる場所だとなんかホーム感感じるから、なんかねそれがなんか専用劇場みたいな、なんか専用劇場ってそのずっとSTO でどことか特にそうだけどさ、違う県に行っても同じ楽屋同じステージだったから安心感がパなかった。そう岡山市民会館 もうお世話になってるっていうか、何回も来させていただいてるの。でもなんか岡山らしいものを私たちなんかステージとか公演が終わったらそのホテルでコンビニでみたいな感じだから、なんか食べれないかなと思ってたから、差し入れで桃の大福をいただけてよかった。食べれないかなと思ったから岡山の、しゃぶいしゃぶい。好きなこと、いや明日来るよって方、そういえば聞いてなかった、来るよって方、なんか言ってくれ、コメントで言ってくれてる方はいたけど聞いてはいなかった。
はいよはい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 、あ、すごいいっぱいいる、いっぱいいる、嬉しい。2階席見やすくない？もう分かんない、勝手に言ってるけど、すごい上の感じで、なんだろう、開放的だなと思ってたんだけど。昼も夜も2階、今日より近い席、今日も近かったくない？夜も近いんだ。1階最高列でも十分見えました。だそうですってよ。客席自体がステージと近かったよね。なんかなんだろう、こうなってるんじゃなくてこうなってるから、こうだと距離めっちゃ取るけど、こうなことで距離短縮できるから、そう、発光する。そうそう、そうだから2階とかだとすごいペンライトとかつけてくれると分かりやすい。黄色と白めっちゃステージからめっちゃ見えるからあーいたーと思ってそう手振ってた、ずっと。ありがとう。言い出せずに。二回し仰向けに振ってて振ってて振ってて送り。好きな言葉は。2階の端っこでしたが見えましたが、何がペンライト？ペンライトは見えるよ。そう、明日2公演か、楽しそう、楽しそう。明日はあれですもんね、あの高校生の方がバンドで来てくださるので、なんか知らないけど緊張する。私もボーカルの女の子がすごい歌が上手いじゃないですか。お話ししてみたい。そうできるのかな、わかんないけど。高校生だよ、何歳違う5歳くらい違うか。うわー、なんかね、嬉しいね、こうやって ST ホテッドに申し込んでくれて。クランプトンだっけな、ちょっとなんかバンド名があったんですよ。そう、高校生、高校生すごいな。高校生ってなんかバンド組んでるってすごいね。なんかでも私の高校にもあったフォークソング部みたいな、軽音楽部、あ、ありました、ありました、文化祭の時歌ってはりました。ミヒン楽器はタンバリンできるよ家にあるよタンバリン。あとエレクトーンをちょっとだけ弾けるぐらい。お姉ちゃんがエレクトーン習っとったから、家に実家にあるんですよエレクトーンが。で私習ってなかったんですけど、楽譜とかジブリの楽譜とかって、自分ジブリ好きだったから、お姉ちゃんに楽譜に全部ミとかドとかシとか全部振り仮名っていうのかな、書いてもらって、そう、それだけ弾ける。だからね、別にエレクトーン弾けますじゃなくて、実家にあるジブリの楽譜の数曲弾けるってだけそんなできない、ちょっとできるぐらい、その曲だけできる。でも広島に越してきて
言ってないから。だから実家に帰った時に嬉しくて引く、いつも久々に触ると思って、まだ弾けるかなと思って、その楽譜置いてるから全部取り出してやってる、いつも。これ結構あれかも、毎年年末のルーティンかも。やったことなかったけど、年末、うん、やってるかも、本当にやってる。そういえばルーティーンだ。エレクトーン。そう、なんか、はい、なんかお姉ちゃんの部屋にあるから、私配信をお姉ちゃんの部屋でしてるから、なんか配信が例えば8時半からとか9時からだったら、8時ぐらいからその部屋いて、なんか30分弾いてるみたいな。そう、そう、一回ね、なんか私もなんか昔ね、入ったばっかの 1,2 年目の時ぐらいに、なんか褒めて美味しかったから、その帰った時に弾こうかなと思ったんだけど、お姉ちゃんの部屋もう倉庫みたいになってすっごい荒れてるのよ。それを、ね、映さなきゃいけないから嫌でやめたけど、あの天井見とくっていうんだったら携帯置いて弾くよ、全然。今年そっか、家帰った時、その間天井見ててもらうけど。天井見ててもらうから、みなみが弾いてるとこは映んないから、本当にいいと思うかもしれないけど、別に難しいのは弾かないから、弾けないから。そんなんでいいなら全然、天井で聞いてて。でも私あれなんですよね、くーちゃんがいない正月初めてなんですよね。そう、猫ちゃん飼ってたんですけど亡くなっちゃって、そう、くーがいない正月を迎える、年越しを一緒に迎えるのが初めてで、ちょっとそこの自分の、初めてじゃないか、分かんなくなってきた、記憶が。初めてだよね、初めてだ、あれ今年だったっけ、違うか、2回目か、分かんなくなってきちゃった。一昨年やったよね、今年じゃないよ絶対、嘘つきました今、ごめんなさい、嘘ついた、去年もだった、初めてじゃなかった、初めてじゃないけどまだ傷が深いわ。じゃあ、そう、親がさ寝るん早いから、私はいつもクッといたから、あれ一昨年なの、まだ今年ぐらいの衝撃だ。私だってあれなんだよね、何回期とか何周期一周期とか帰れてないから、そう、線香あげる、とりあえずあるので、くんのやつ。でもこの前夢に出てきました、久々に。でもこうやって何年前っていうことも忘れてる飼い主で、申し訳ない、いくら帰れないとはいえ、いいな、靴下の子。お互いに言い出せずに、明日配信多分できるので、すごい感想言いたかったり聞きたかったりするので、あの公演見て、なんかこの曲のみーちゃん伝えたいっていうのがもしあったら、忘れないうちにメモっててね。みんなお話し変えてね、どうだった明日ね、なんかあのね、なんだっけ、なんか思ったんだけど忘れちゃったって言うから。別にあれだよ、そんな一言一句丁寧にどこの箇所があったかじゃなくて、そう、何の曲だったっけっていうの、そう、みんなも知るんだもん。今日は足の運びがいいなと思いました。上がってるってこと？すごい意識してた。すごいね。
大福食べるの？大福食べるの？ではでは、私もあと2分で終わるんで、15分になったら終わります。そう、なんか大きいステージで少人数の時はいつも以上に大きくやらないとこまごましちゃうからっていうのを意識してて、気づかれててびっくり。眠たくなってきた。明日もあるんでね、皆さんも早く寝てくださいね。私も早く寝る。白生地柄の猫だと家の飼ってた猫と同じ品種。くーちゃんは捨て猫だったので品種とかわかんないです。そう、なん雑種なのかな、なので一緒ではない気がする。このねラーメンね、ピヨピヨがやってくれた。ラブトリの C メロでニコって笑うところ好きです。タコタコ、 C メロって何？僕らの C っていうの間違ってたんだけど、逃げてしまったんだろう。アキチもオガも聞いてた、見たことない、キシギが記憶を修正しながらえ、なんか多分意識してやってるんじゃなくて自然にやってるのかな。どこってなるってことは、あそこねって ならないってことは多分意識してないよね。Cメロなど2サビ終わり。あ、君に、ああ確かに、あのね、あれニコニコしてっていうか、あの目線の先のファンの人にやってるんだけど、そう、見てもらうか見てもらえないか半々なんでなんか先がすごいおしめにしか見ないって方だったら一生会わないんですけど会うとき会うので、あの諦め、意地でも あそこはね、多分私が笑顔っていうよりかはファンの方にあはって感じの笑顔そう、目合ったみたいな、そうそこですね。確かにファンの方と ST ファンの方と目が合ってるから確かに一番いい笑顔かもしれない。それでは誕生日見たいと思います。リアルタイムランキングなのでその間コメントメニューです。13位りょうりゃさん、パチ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 。12位みーちゃん、たんおし、パパとみーさん、パチ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 。11位やーまんさん、パチ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 。10位りねさん、パチ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 。9位つよつよさん、パチ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 。8位ウェブロックさん、パチ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 。7位トーマと台湾トーさん、パチ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 。6位ピアニチモさん、パチ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 。え、変わった気がするよね。変わったよね、絶対。ん？絶対変わったよね。もう一回いきます。13位キムコさん、パチ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 。12位リネさん、パチパチパチ。11位ウェブロックさん、パチ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 。10位タッタンさん、パチ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 。9位ヤーマンさん、パチ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 。8位ピアニッシモさん、パチパチパチ。7位トーンと台湾トーンさん、パチ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 。6位タナさん、パチパチパチ。5位マサヒロさん、パチパチパチ。大切にしてね。なんだっけ、名刺忘れた、ボード4位ポムさん、チャークリ最高、チャートリも最高。3位ミエ HK さん、パチ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 。2位誰、2位
あ、ガクガクブルブルペパーミントエイジさん、パチ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 。そして1位がドゥ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 ンドゥン、ホワンカンさん、あとミーの笑顔が一番にか、チャークレのミーも笑顔が溢れてたよ、ありがとう、嬉しい。それではキャッチフレーズしたいと思います。私がどこどこって単語がだよって言ってください。いきます。あれみんなどこどこ、ミーツ来たミーのことおやすみ、ヒーヒー、ありがとうございます。兵庫県出身みこと石田みなみでした。では明日来てくださる方、配信見てくださる方、ハッシュタグせとくりよろしくお願いします。明日も頑張ります。では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 、またまたの、おやすみちゃん、早く寝てね、バイバイ。